ゴジラシリーズ怪獣大戦争怪獣大戦争は1965年12月19日に公開された日本とアメリカの合作映画でゴジラシリーズの第6作。制作、配給は東方。カラー、シネマスコープ。上映時間は94分。初回興行時の観客動員数は378万人。東方の2大特撮看板である。 怪獣映画と地球防衛軍に始まる空想科学映画を融合させた作品。また、当時流行していたスパイ映画の要素も取り入れられた。同年には大映画大怪獣ガメラを公開するなど、翌年の特撮テレビドラマ、ウルトラ Q 及びウルトラマンの放送に橋を発する第一次、怪獣ブームに至る土壌ができつつあった。ストーリー面では、怪獣同士の対決よりも、 地球人と X 星人の織りなすドラマに重点が置かれている。昭和シリーズでのゴジラが地球外へ飛び出して活躍するのは本作品が最初で最後であった。オープニングに用いられている曲は、伊福部明が戦前に帝国海軍からの委託で作曲した古典風軍楽基地姉妹以来、ゴジラの BGM、フリゲートマーチなどに用いられてきた戦律であり、後年には、 ゴジラファンとしても知られる、格闘家の佐竹正明のリング入場曲として用いられているほか、現在は自衛隊のイメージ曲として定着している。フランケンシュタイン単一帝怪獣に続く来日出演となるニック・アダムスは、日本のスタッフや俳優たちと積極的に交流し、明るい性格で非常に親しまれた。共演した水野組によれば、 アメリカにいるワイフとは離婚するから結婚しようと劇中さながらにしつこくくどかれたという。ラドンの暴れる特撮シーンの一部には空の大怪獣ラドンや地球防衛軍、モスラなどの過去のフィルムが流用されている。その一方、かなり大規模な都市破壊用ミニチュアも新規に組まれている。美術の井上康幸は X 製のセットには金箔を用いたが、 扱いが難しくいい効果は出せなかったと述べている。劇場公開当時に流行していた赤塚不二雄の漫画作品、おそ松くん中のギャグ、シェイをゴジラが行う場面がある。これについて、ゴジラを演じた中島春は、シェーを撮ろうと言い出したのは親父さんなんだよな、とコメントしている。劇場公開当時のフィルムには、明人孔、 シガサ沢のテロップが焼き込まれていたが、後に失われ、2013年時点の映像ソフトでは見ることができなかった。しかし、2014年には、日本映画専門チャンネルの総力特集、ゴジラで、明人ワシガサ沢のテロップを原存プリントから復元したものが放送された。196X 年、木星13番目の新衛星 X の調査に向かった。 地球連合宇宙局のフジイップ特連は高度な文明を有しながら宇宙怪獣キングギドラによる襲撃で地下生活を強いられている X 星人と出会う。X 星人の統制官はキングギドラへの対抗手段としてガンの特攻薬と引き換えに地球怪獣のゴジラとラドンを借りたいと申し出た。帰還したフジたちが X 星人の要請を発表したことにより、 地球は歓迎ムード一式となる。さらに、防衛軍の調査で、X 星人の指摘通りゴジラが、日本の明人湖にいることが判明する。数日後、円盤で地球を訪れた、統制官たちとの交渉が成立するが、富士とグレンはどこかうさんくささを感じていた。かくして、X 星に運ばれたゴジラトラドンは、キングギドラを撃退する。一方、 富士の妹である春野の恋人にして、町のしがない発明や、鳥居哲夫は、自分の発明品である、防犯ブザー、レディガードの権利を買った波川という美女が勤める、世界教育者に招かれるが、いつまで経っても交渉が進まない。何度も、世界教育者を訪れるうち、波川が、グレの恋人であることを知って不審に思った鳥居は、世界教育者の所有する目。 倉ラシの別荘へ潜入するが捕らえられてしまう。これらはすべて X 星人の罠であり、世界教育者は彼らの地球侵略前線基地の隠れミノだった。キングギドラは X 星人の電磁波で操られており、ゴジラやラドンも同じく彼らの兵器となって秘密裏に地球に再配置されていた。X 星統制官が ガンの特効薬データを装った音声テープで地球の植民地化を宣言して世界が混乱に陥る中、ナミカーは X 星人であるにもかかわらず、グレンへの愛を貫いて処刑され、グレンは X 星人に捕らえられる。地球が降伏するか否か、武力を示しながら24時間以内の返答を迫る X 星人に対し、地球連合宇宙局は電磁波を遮断する。 A サイクル光線で X 星人の怪獣コントロールを破る計画を密かに進める。一方、目倉島に捕らわれた鳥居トグレンは、波川が最後に託した手紙によって、鳥居の発明品、レディガードの発する音波が X 星人の弱点であったことを知り、隠し持っていたレディガードを使って島を脱出する。二人の提案により、レディガードの音波を増幅して、 X 星人に反撃する作戦が計画に加わる。異変を察知した X 星人は期限を待たずに全面攻撃を開始、円盤と3怪獣の総攻撃で人類を制圧しようとする。だが、グレンダーの手配によって放送局からテレビラジオの音量を最大にするよう要,要請するアナウンスが放送され、レディガードの音波の中継が始まった。X 星人はその設備とともに、 致命的な打撃を受け、怪獣たちは A サイクル光線の放射でコントロールを破壊され、倒れてしまう。防衛軍の攻撃によって侵略基地を失った X 星統制官は未来への脱出指令を口走りながら円盤と共に自爆する。コントロールから離れて、互いに闘争を始めた怪獣たちはもつれ合うように水中に転落し、ゴジラとラドンはそのまま姿を消して、 キング・ギドラは宇宙へ逃亡する。富士とグレンは喜び合うも、X 星の再調査を命じられて、しょげるのだった。突起のないものは、東方公式サイトのムービーデータベースによる。威嚇クレジットなし突起のないものは、東方公式サイトのムービーデータベースによる。北米へは、インベージョン・オブ・アストロ・モンスターの台で輸出された後、1970年に、モンスター・アゼロに解体して、 フランケンシュタインの怪獣んだ対ガイラの再編集版との2本立てで公開された。劇中の並川の手紙が英字表記に差し替えられているほか、タイトルクレジット曲が、X 星人の円盤が明人子とわしが、沢からゴジラトラドンを電磁波で運び出すシーンに流れる曲に差し替えられている。点以外、シーンの差し替えや BGM の追加は行われていない。これは、当時、 現地でのゴジラシリーズの興行が低迷しており、そういった改変を行っても、興行成績に影響しないためである。本作品以降の昭和ゴジラシリーズ作品についても、セリフの吹き替え以外の変更点は見られない。映画監督のティム・バートンは、ゴジラファンとして知られ、1996年のアメリカ映画、マーズ・アタック、は本作品で出てくる弱点や、 クライマックスシーンなどをヒントにしているとされる。その後、アメリカでは、ゴジラ VS モンスターゼロのタイトルでビデオ発売された。アメリカでは、前日のゴジラのシェイは、ダンシングゴジラとして知られている。1971年、怪獣大戦ソーキングギドラ対、ゴジラと解題され、春の東方チャンピオン祭りでリバイバル上映された。上映時間は74分。 冒頭の 196X 年というテロップの代わりに 197X 年で始まるナレーションが追加されており、他にも暴動シーンにも追加ナレーションが挿入されている。一部のスピードポスターではゴジラ・キング・ギドラ・ラドン怪獣大戦争と表記されている。後年には2016年に発売された BD の特典映像として収録され、 2018年1月23日に発売されたゴジラ全映画 DVD マガジンで DVD 化された。国内版 DVD の特典には1972年頃に発売された本作品を編集した 8mm そのシートゴジラ宇宙へ行くとセットの絵本ゴジラ宇宙へ行くが収録されている。内容は原点と異なり。 X 星人が善人となっている。劇場用予告編はオリジナルが、所在不明だったため、怪獣大戦争キングギドラ対ゴジラの予告編が収録されていたが、2021年には日本映画専門チャンネルによる 4K デジタルリマスターの際に、地方工業用プリントからオリジナルが発見され、それをもとにオリジナル予告編が復元されている。ありがとうございます。